どうも、ツンツンです。今日は、サイマジ窓をご紹介していきたいと思います。で、新しいね、ストラクチャーできたサイレントマジシャン、こいつがまあ強くて、まずこいつ特殊召喚しかできないんですよ。自分フィールド上の魔法使い族1体をリリースしての特殊召喚しかできないっていうところは一つ欠点ではあるんですけれども、それでも強い。で、何が強いかっていうと、まず攻撃力、守備力が、まず手札の数かける500アップするよね。だから攻撃力2500とか3000とかのポンって立てれるっていう。で、しかも1ターンに1度魔法カード無効化するんよ。今って魔法カードめっちゃ強いじゃないですか。まあ、クモツにしてもそうだし、エネコンにしてもそうだし、ゲーテにしてもそうだよね。めっちゃ魔法カードが強いけど、それを無効にできる。しかもコストなしでターン1で無効にできるっていうのがめちゃめちゃ強い。で、さらに、こいつやられたとしますよね。戦闘破壊もしくは相手の効果破壊で、破壊された場合、別にこれ墓地じゃなくてもいいんですけど、破壊された場合に、デッキから、もしくは手札から、サイレントマジシャンを特殊召喚する。で、特殊召喚していくのは、サイレントマジシャンレベル8。こいつです。これがまあ強くて、こいつは魔法カードの効果受けない3500のモンスターっていうね、だから2回倒さないといけないっていうのが非常に強いかなと思います。ただ3枚全然入っててもいいと思う。で、今回は、回しやすいように、回しやすいっていうか、今回事故率をより下げるっていう目的で2枚にしてますけど、でもここ全然3枚でもいいかもしんないっす。まあ、そこは普通に微調整してもらえれば嬉しいかなと。で、他、アブソーバー。こいつは、魔法カード1枚使うごとに、カウンター1個乗って3個取り除いたら、速攻魔法をセットできる。で、そこ魔法セットするのが、まあ、ゲーテですよね。だから、ゲーテ2枚に今回してます。それよりもグリモとかアルマとかを多くして、しっかり回せれるような布陣を考えてます。だから、アブソーバーいなかったら、ゲーテを毎回ね、除外ゾーンに運んできてアルマでっていう風なことをやっていきたいと。で、さらに、こだわりっていうか、まあ、22枚。だから、どうしても芝刈り魔導に対してパワーを劣るんよね。そういうところ考えて、狡猾があれば、ひっくり返すこともできると。だから狡猾な落とし穴を2枚多めに積んで、後攻からでもまあ勝ち筋があるようなことを考えてます。言ってミラーが結構きついんで、ミラーに対しては例えばバテル裏守備からセットして、デッキバレしなければね、裏守備からの入りだったらそこにゲーテ打ってくるっていうのはまああんま基本ない戦略戦術になるので、そこに対してサイレントマジシャンを特殊召喚して重ねていくっていう風な戦い方がまあいいんじゃないかなっていう風に思います。で、今回は、新しいリミットレギュレーション前っていうこともあって、リスタートバランスこの辺を使わないようにしてみました。で、ドローセンス水にしてるんで、バテルをサーチできるようにしてます。で、ちょっとやったんですけど、別にこれね、リスタートでもいいかなっていうのを思ってます。新レギュ後もね。リスタートにして、ワンドローできなかったとしても、グリモ、バテル、このあたりでサーチできるから、全然デッキくるくる回るし、いいんじゃないかなっていうふうには思ってるので、まあ、リミレギュ後はね、ここはリスタートに変えてもらってもいいところかなと思います。じゃあまあ、どんな感じの動きをするのかっていうのを、まずリプレイで見ていただきたいと思います。はい。ではやっていきましょう。クロノスなんですけど、相手が、確かね、粉砕の6部。MCS で、6部種、活躍しましたよね。で、そこで粉砕の6部があったと思うんですが、そのタイプになります。で、スパーリングはね、トンちゃんに付き合ってもらってます。で、ここでセフェル使って、まあ、アルマ見せつつ、ゲーテを取ってくると。で、ゲーテ1枚伏せて、ターンエンドですね。まあ、まだここは、サイマジがいないと。で、局所してきたんで、このタイミングでゲーテを打って、裏守備にしていきます。で、初めちゃんね、と、師範が出てきて、粉砕して倒されると。で、ここでまあ、グリモをサーチしてくる。で、これで、くるくる回すことができるから、まあ、すごくいいかなっていう。で、狡猾引いてきたのすごくいいねっていう。で、ここを、まずアブソーバー出してからこういうのを使っていったことによって、カウンターが溜まるんで、これはすごくいいかなと思います。で、さらに、ヒュグロもつけていって、ゲーテを墓地からセットしていきます。これめっちゃ強いっていう。で、セフェルで、さらにヒュグロ、これね、今ね、2発つけてるんよ。普通にヒュグロ使ったの、プラス、セフェルでヒュグロもう1発使ってるよね。打点アップっていうのもあるし、倒せば2枚サーチできるんよ。これがめっちゃ強いっていう。だからね、この手のタイプの窓に関しては、ヒュグロの使い方が上手ければ、ゲーテを節約しつつ、サーチもよりしっかりできる
ていうふうに自分は思っているので、このヒュグロセフェルヒュグロっていう動きっていうのは使えるようになってた方がいいと思います。でゲーテで後ろを剥がしていくと、でこいつ破壊したことによってヒュグロ2枚分サーチして整理とアルバを取ってきます。でさらに整理をこうバトルフェーズ終了前にね打ってデッキトップ操作をしていくと。で、相手局地を使ってきたんで、ここでゲーテで除外ってなると相手はもう1枚しかないから、こっから何もできないっていうね。でさらにサイマジ引いてきました。これデッキトップ操作してるんで、2枚しかなかったとしてもデッキトップ操作ができれば割とサイマジ引いてこれます。だから2ターン目3ターン目ぐらいにはサイマジ噛まれるっていうことはまあちょこちょこありますね。でここでグリモからのバテル、本当だったらこれでね、今まではあの自利品のビートダウンだったんですが、こういう風にできるという風な感じです。ここがまあ従来の魔導と違って強いところかなと。でさらにこいつ破壊されたとしても、サイレントマジシャンレベル8をデッキからトーク召喚していきます。これ強いよねっていう。で魔法カード無効マンから魔法カード効かないマンになるんですが、その代わり打点は3500という感じです。でまあここもフィニッシュなんですが、こういう動きもできるよっていうところを見せていこうかなと思って、まだちょっと続けてます。でここ、ね、2個あって、まずセフェルでバテル、これバテルでも魔導書扱いなんで、こいつセフェル効果使えます。でアルマですね、こうすることによってアルマを2回使えると。魔導書の数が少し少ないので、グリモばっかり使って、ね、サーチするんじゃなくて、まあサーチしてね、出来やすくするときもまあ必要値必要ですけど、アルマからのセフェルアルマで除外ゾーンをしっかり回収していく。まあこの動きっていうのが非常に大切かなと思います。魔導書整理打って、デッキトップさらに操作していく。このデッキトップ操作強い。しかも、ゲーテが足りている場合は魔導書整理を、アブソーバーの効果でセットすることもできます。とまあね、こんな感じのデッキになっておりますので、見て対戦風景ね見ていただきたいなと思います。で今回は、前置き長くなったんで試合2個です。ヒーロー戦とあと負け筋のアンデアイズ戦と、この2つを流しますのでご覧くださいませ。どうぞ。さあ相手根性ですね。まあサイマジいるからいいけど、サイマジはいるからな。さあではやっていきましょう。私、おー、サイマジ2体来たね。2枚しか入ってないんだけどな。まあいいや、バーテルを召喚で、取ってくるのはグリモの魔導書で、沈黙の魔術師サイレントマジシャンをトーク召喚していく。3000 バッカじゃねえのこれ、やばっ。マジか、えぐいな。なかなかセフェルの魔導書で、セフェルの魔導書の効果を使ってアルマを見せてからのグリモで、まあ、何でもいいけど、これねヒュグロとかでもまあおもろいんやけど、まあさすがに防御いるよなっていうことでゲーテ取ってきます。でゲーテをセット、そしてバトル。まあ、ここむやみやたらにブラフでこれ伏せてもよかったけど、むやみやたらになんか増やさない方がいいかも。融合来ましたね。融合は沈黙のマジサイレントマジシャンの効果発動。強いよ、これ強いわ、これは強い。おバイオンね。え、融合って1枚よね。融合1枚だよな。2枚入ってたらマジ、なんかちょっと怖かったわ。え、いや待てよ、まだ怖い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 。
私のターン、ドロー。あー、いいね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 。めっちゃいい、めっちゃいい。あ、じゃあ、ここは、アブソーバー2体並べていく布陣もありだけど、アブソーバー2体並べよっかな。ちゃう。アブソーバーを召喚。そして、グリムの魔導書の効果発動。で、セフィルの魔導書をサーチしていく。そして、で、さらに、セフィルの魔導書の効果発動し、アルマの魔導書を見せて、グリモの魔導書の効果発動、そして、ゲーテを取ってきます。そして、ゲーテを発動し、3枚使って、まあこれじゃ、いらないけどね、ここまでしなくていいんだけど、ゲーテを使って、バイオン除外、さらに、ここで、アブソーバーの効果発動、速攻魔法をカウンター取り除くことによって、後ろに加えていくことができる。さらにグリモを取ってきます。これでバトルだ。サイレントマジシャンの攻撃、アブソーバーの攻撃、ありがとうございました。1ですか。あ、バイオン来ました。バイオンじゃない、ディバインガイ入りましたね。マスクチェンジに関しては、サイレントマジシャンの効果発動無効！これ強い。これ強い。これすることによって、ゲーテを後ろの狡猾とか、そういうところに当てることができる。あ、これ強いわ。これは強い。しかも攻撃力2500やし。で、ヒュグロつけてサーチとかもできるしね。まあ、このまま行きましょう。対戦。今度こそ、ありがとうございました。いや、つんよ。やば。俺今実況してんの忘れてたわ。カードを2枚セットし、ターンエンド。これでね、相手なんだろうね。相手なんかスキル言ってたかな。何も言ってないよね。よし。何も言ってないから。アンデッドワールド来たよー。ちょっと待って待って。あー、マジか。えぐっ、えぐいってそれ。あ、やばいやばいやばい、どうしよう。アンデッドワールドいきなり払えちゃう。わー、それは無理だな、なかなか無理だな。ちょっとそれずるいよ、それずるいよ。マジか、アンデッドワールド急に払われちゃうパターンあるか。うわ、魔導書整理先に使って3枚貯めとくのが丸いんかな。俺これどうしよっかな、とりあえず。サイマジだね、サイマジ。サイマジ引くしかないわ。あ、スナスト？えぐ！えぐいって、もうダメだって、それ。あー、助けるか。あ、粉砕型の、あれかな、アンデアイズかな、おそらく。なんか、粉砕型のアンデアイズっぽい気はするな。魔導書整理だ！うわー、全部腐る。うわ、どうしよっか、これ。まあ、こうするか。とりあえず、こうだな。マジック、アブソーバーを召喚。あれ、なんだろうね。なんもチェーンないね、この段階で。アルマの魔導書効果発動。グリモを取ってきます。あれ、何かだ。うわ、分断だな。俺多分あれ分断だと思うわ。分断な気しかしないわ。え、嫌だわ、分断。え、分断嫌だわ。なんもできん。なんもできん。あれ絶対分断だわ。アブソーバーの攻撃。いやー、あれ分断じゃないね。ってことは、あれ、あれか。スピリッツだわ。あれスピリッツ。レッドアイズスピリッツだと思うわ、あれ。デスサムライで、これレッド、アンデアイズ落としたらもう確信犯だぞ。おい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 、クソが、クソが、おいおいおい、ふざけやがってよ。アンデッドワールドとかきついわ。
アンデアイズ天敵だわ普通に。まあここでもし横に空いてなかったらアンデアイズに殴られてアブソーバー仲間になるからね。いやそれきついわ普通に。ありがとうございました。まあ、そういう意味でね、アンデアイズが、ハイよりゾンビ軍団のスキル緩和とスピリッツの規制解除で、魔導が強くなったかと思いきや、運営がね、そこ牽制かけてきてるっていうところは、まあなかなかいいバランスになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ今の普通に、魔導メタだと思います。強いっす。